はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はですね、こちらのこのパイナップルですね、パイナップルを使ったアレンジメントを皆さんに紹介したいと思います。まあね、結構個性的な花材なんで、まあ、どのようにね使っていくかっていうところがポイントになっていくと思います。ではですね、早速いってみましょう。どうぞ。今日はね、こちらの器にアレンジをしていきます。まず最初にこのパイナップルを立てます。で、パイナップルが、まあ、今日はもう3本あるんですけれども、あのね、ここ一番重要なところがこのパイナップルの配置なんです。で、まあこう曲がっているパイナップルと、こうまっすぐなパイナップルとかね、こうやっていろんなパイナップルがあります。これね、全部、これちょっとちっちゃめです。ちっちゃめ、これ全部同じ規格のパイナップルなんです、実は。花材っていうのはね、こういう風に同じ規格でもちょっとこう違ってるんですよね。だからこの花材を適材適所どこに持っていくかによってアレンジの良し悪しが決まっているんです。まあそこが結構今日のポイントですね。こう曲がっているパイナップル、まあ左に持っていくか右に持っていくか、真ん中に持ってくるか、まあ結構これ悩みどころですよね。まあ今回はちょっとこれは外側というより内側にキュッと曲がるような感じで刺していきます。で、その時このまんまブスッと刺しちゃう人いるんですけれども、このまんまだとくるくる回っちゃいます。なので必ずこの下はナイフとかで、まあ、カッターナイフでもいいんですけど、まあ、このようにね、平べったくして刺します。はい、したら今度このまっすぐなったパイナップル、これはね、あんまりこう立てても面白くないので、ちょっと短めにカットして、そして同じように平べったくしてこう刺します。まあ今ね、こういう感じです。まっすぐ正面から見るとね。もう一本のこのパイナップル、これは、まあ、どこにしようかなってことなんですよね。まあ、今回ね、こっち側にパイナップル集めて、こっち側でちょっといろいろワーキングをしたいので、こっち側にパイナップルをこう刺していきます。はい、このようにパイナップルを配置しました。向かって左側にパイナップルが集中している感じですね。今回はね、Nフラワーの縦型アレンジメントですね。まあ、この型とかについては Nフラワーの会員サイトの方をご覧ください。で、次にこの黒とこの葉っぱを刺していきます。で、クロトンもさっきのパイナップルと同様に、これもまあよくフラワー TV で言ってるんですけど、同じサイズなんですよ。形は違くて色も違いますけど同じサイズです。ってことは何が問題になってくるかというと、こうアレンジした時に葉っぱの高さが同じになっちゃうんですね。なので、これは N フラワーの、これもテクニックなんですが、株をカットするというテクニックがあります。まあこうやって下の部分をね、こうやってカットしていくんですけれども、こういうテクニックを使ってこの高さを変えていきます。葉っぱの高さを変えていきますね。まあこの辺りも N フラワーの会員サイトの方に、このテクニックは、葉っぱのテクニックが重要なテクニックが10あるんですよ。その10個とそれプラス、サブ的なテクニックがまたさらにありますので、そのあたりも全部会員サイトの方に、載ってます。なので会員さんはぜひね、そちらの会員サイトの方をご覧になってください。で、ここでレザーリーフファンで少しこの下の部分フォームを、ファンデーションをワークしていきます。
ちらでファンデーション枠が終わりました。次にこのドラセナですね。ドラセナを巻いて、ホチキスで留めます。まあ、これも N フラワーのテクニックなんですけど、巻いたものを刺していきます。で、このねドラセナもいつも言うように1本だけこのように長くしてこの上に刺していきますので、このように綺麗な葉っぱを残します。はい、次にこのグリーンのトルコフィを入れていきます。はい、グリーンのトルコフィが入りました。はい、ここでグリーンのねこのルスカスを入れていきます。まあ、ルスカスは全部グリーンですね。はい、ルスカスが入りました。はい、最後にこのワックスフラワーを入れていきます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。パイナップルのね、姿形立ち姿、そういうものを生かしたアレンジメントになってます。縦型、縦型で、作ってますけれども、まあ、一点型の、ね、要素も少しこう持った手が強い、まあ、縦型、縦型なんですけれども一点型の要素もちょっと強く、そんな感じで作っています。はい、いろいろなテクニックとかその形とかはNフラワーの会員サイトの方をご覧ください。それではまた次回しましょう。 See you next time.